おお、大量ずら。大きな栗も銀杏もいっぱい取れたね。あ、お芋。本当だ、すごいね。これも取っていきたいけど、穴を掘るもの持ってないよ。でもお芋があったらきっとみんな喜ぶと思うずら。マルに任せて。よいしょよいしょ。花丸ちゃん頑張れ。絶対みんなにお芋を持っていくんだから。これだけあればいろんな料理が作れてみんなお腹いっぱいになるずら。まあちょっとバーベキュー向きではないけど、美味しそうだからいいよね。花代ちゃんが持ってきたお米で炊き込みご飯にしたらきっと美味しいよ。うんうん。あとは煮物とかお味噌汁にしてもいいかも。それも美味しそう。で、お味噌は持ってきてなかった。ああ、失敗したずら。でも道具を貸してくれるところに調味料があった気がするの。そこにあるかもしれないよ。本当？絶対とは言い切れないけど、さっき借りに行った時お醤油とかお塩があるのを見たような。じゃあ戻ったら確かめるずら。それにしてもエマさん楽しそう。さっきからずっとニコニコだね。みんなで何かをするのって楽しくて大好きなんだ。それに自然に囲まれてるとスイスを思い出すの。もちろん景色は全然違うけど、なんだか懐かしい気分になるんだ。うん。だから東京に初めて来た時は驚いちゃった。大きな建物ばかりなんだもの。気持ちはわかるずら。マルの家の周りも自然がいっぱいだから、初めて東京に行った時は未来の国だと思ったずら。都会もいいけど、やっぱりこうして自然の中にいるのもいいよね。エマさんは一人で日本に来てホームシックになったりしない？全然寂しくないって言ったら嘘になるけど大丈夫。みんなが一緒にいてくれるから寂しいって思うより楽しいって思えることの方が多いよ。そのみんなの中にはマルも入ってる？もちろんだよ、花丸ちゃん。よかった。それじゃたくさんおいしいものを持ち帰ってみんなを驚かせる。